サインジミ・ヘンドリックスこと、ジェームズ・マーシャル・ヘンドリックスは、アメリカのギタリスト、シンガー・ソングライター。出生名は、ジョニー・アレン・ヘンドリックス。日本では、ジミ編の愛称で呼ばれることがある。メジャーデビューしてからわずか4年ほどの活動期間で、ギタリストとして、多くのミュージシャンに多大な影響を与えた、ロックミュージックのパイオニアの一人。左利きでありながら、 右利き用のギターを逆さまにして構え、ギターを歯で弾いたり背中に回して弾いたり、ライブ中にギターに火を放ち破壊するなどの派手なパフォーマンスでも有名である。没後50年経った現在でもロック史上最高のギタリストとして評価されており、ローリングストーン氏が選ぶ歴史上最も偉大な100人のギタリストにおいて2003年は第1位。 2011年の改訂版でも第1位に選ばれている。2008年5月にブラジルのメタル専門誌、ロアジエ・クルーが行った HR、HMK ミュージシャンが選ぶギタリストランキング、ギターマガジン2010年12月号のギターマガジンが選ぶ。史上最も偉大なギタリスト100人で1位となっている。また、ローリングストーン誌が選ぶ。 歴史上最も偉大な100組のスターにおいては第6位に選ばれている。ヘンドリックスの父方の祖父母1942年、ワシントン州シアトルに生まれる。出生時の名前はジョニー・アレン・ヘンドリックスで母ル・シールによって名付けられた。父親のあること、ジェームズ・アレン・ヘンドリックスはアフリカ系の父親とインディアンの母親との間に生まれたブラック・インディアンである。 純血のチェロキー族だった父方の祖母、ノラ・ヘンドリックスから幼少期のヘンドリックスは、チェロキー族の昔話を教えられたという。その影響は、ヘンドリックスの作る曲の底かしこに見出される。母親のルシールは、17歳で、ヘンドリックスを産んだが、遊び好きで家庭を帰り見ないところがあったと言われ、まだ幼いヘンドリックスを置いて出奔したこともあると、言い、早くに亡くなっている。 ヘンドリックスの楽曲、エンジェルは、亡き母、ルシールが夢に現れたことから作られたとされる。ヘンドリックスが生まれた当時、トーアルは第二次大戦に召集され出生中だった。母親のルシールが出本したため、ヘンドリックスは、ルシールの姉夫婦の下で育てられていた。終戦後の1945年、帰国した父アルがヘンドリックスを引き取り、 父親と息子の生活が始まった。この頃、ジェームズ・マーシャル・ヘンドリックスと改名している。父あると母、ルシールの折り合いが悪かった影響もあり、ヘンドリックスはたびたび祖母であるノラ・ヘンドリックスのもとに預けられていたという。ノラはインディアン居留地に住んでおり、ヘンドリックスは祖母ノラからインディアンの昔話を聞かされるのと同時に居留地で 希望のない生活を送るインディアンたちの姿を目の当たりにしていたという。アイドントライブトゥデイはその体験から生まれたと言われる。多くのブルースやロックのミュージシャンと同様、ヘンドリックスもレコードなどを聴いて独学でギター演奏を学んだ。父親のアルは庭師の仕事をしていたが、生活は貧しかった。ヘンドリックスが15歳の頃、ギターに興味を示したため、とアルは、 当時のアパートの家主の息子からアコースティックギターを5ドルで買い取り、ヘンドリックスに与えた。その後、シアトルの楽器店から初めてエレクトリックギターを購入している。ヘンドリックスはブルースや r b ロックンロールのレコードを聴き練習する一方、テレビのアニメなどの効果音も熱心にコピーしていたという。青年期のヘンドリックスはアマチュアバンドで経験を積み、 全米ナンバーワンバンドの座を得たこともあったという、軍隊に配属中のヘンドリックスしかし、自動車窃盗の罪で1961年5月2日に逮捕された。その際、投獄されるのを回避するため陸軍に志願して入隊し、精鋭部隊第101空挺師団へ配属された。共に軍役についていた仲間の中に、後のバンド・オブ・ジップシーズを組むベーシストのビリー・コックスが、 おり、軍隊内のクラブハウスで一緒に演奏することもあった。当時は、ベトナム戦争が開戦したばかりの時期で、ヘンドリックスは、ベトナムの戦地に行っていないが、この従軍の経験が、ウッドストックフェスティバルでの、正常機の演奏や、バンド・オブ・ジップシーズの、マシンガンの創作につながったと言われている。やがてヘンドリックスは陸軍を除隊。イギリス人の音楽記者、 クリス・ウェルチが70年代初めに表した電気などではパラシュートの降下訓練で負傷したために軍隊を除隊になったという説明がなされている。2005年にアメリカ国内で公表された軍内部の記録によると薬物とギターにしか興味を示さないタイ内部の列島兵で常にタイの規律を乱して問題視されていた。ヘンドリックスは早期に軍役を終えて 音楽活動に移ろうと、軍隊で忌み嫌われる、同性愛者を装うと、恋に問題を起こしていたという説もある。最終階級は三等軍曹。除隊後に本格的な音楽活動を始めるが、当時は無名のバックミュージシャンだった。アイクピナターナーやアイズレイブラザーズなど、数々の有名ミュージシャンのバックでプレイし、全米各地へのツアーにも同行していた。 一時期は、リトル・リチャードのツアーにバックメンバーで参加しており、演奏中の音が大きく、衣装やアクションが派手だったため、リチャードからは、俺より目立つな、と怒られるほどだった。テレビ番組でのザジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスの演奏1966年7月、アニマルズのベーシストだったチャス・チャンドラーに見出され、9月に、途営する。チャンドラーに、ヘンドリックスの情報をもたらしたのは、 キース・リチャーズの恋人だったリンダキースである。当時のヘンドリックスは単なるバックミュージシャンを脱し、自らのバンド、ジミー・ジェームズザ・ブルー・フレームズを弾いていたが、チャンドラーにスカウトされたのはヘンドリックス一人だけだった。チャンドラーはヘンドリックスの演奏を初めて聴いた際、ギタリストが3人くらい同時に演奏しているのかと思ったが、実際には、 地味一人だけと知り驚いた。これほどの才能に誰もまだ気がついていなかったなんて何か裏があるのではないかと不安になるほどだったと感じたという。チャンドラーに都営を勧められ、ヘンドリックスはイギリスで自分のようなブルース系ミュージシャンが受け入れられるか不安だったらしく、イギリスの音楽シーンについて多くの質問を投げかけた。そして自分と同型とみなしていた。 イギリス人ギタリストのエリック・クラプトンの名を挙げ、合わせてくれるか、とチャンドラーに尋ねている。チャンドラーは、君の演奏を聴いたら彼の方から会いに来るよと答えている。ロンドンにおいてオーディションを行い、ノエル・レディング、ミッチ・ミッチェルと共に、ザジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスを結成。1966年10月から活動を始める。この際に名前をジェームズから地味に変えた。 イギリス国内でクラブ出演を重ねる一方、ポリドール系のトラックレコードからデビューシングル、Hey Joe, Stone Free をリリース。前衛4位のヒットを記録しスターの座に上る。アメリカの伝統的なブルースをベースにしながら、それまで誰も聞いたことのなかった斬新なギターサウンドや卓越した演奏技術、そして圧倒的なインプロビゼーションを披露することにより、ヘンドリックスは、 一般の音楽ファンはもちろんプロのミュージシャンたちにも大きな衝撃を与えた。途営したばかりのヘンドリックスの演奏を始めて、目の当たりにしたエリック・クラプトンは、誰もジミーのようにギターを弾くことはできないという言葉を残している。後年、ジェフ・ベックは廃業を考えたと語っている。ヘンドリックスのステージには連日ビートルズやローリングストーンズなどのメンバーが顔を見せ、 出演するクラブには長蛇の列ができたという。この当時から本人の特徴となっていた大きく歪んだ大音響を駆使する演奏は後のハードロックの原型であった。現代ではありふれているが、この当時は過激な歪みを前面に打ち出した演奏自体が存在しなかったと言って良い時代にあった。ストックホルムにて1967年の夏、ザジミフ・ヘンドリックス・エクスペリエンスは 米カリフォルニア州モンタレーで開催された世界初の本格的野外ロックフェスティバル、モンタレーポップフェスティバルに出演。これは同フェスティバルのイギリスでの世話役だったポール・マッカートニーが地味を出さないフェスティバルなどあり得ないと熱心に推挙したダメと言われる。ヘンドリックスはモンタレーで聴衆を圧倒する演奏とギターもやしのパフォーマンスを炸裂させ母国アメリカでも一気に スターダムにのし上がった。イギリスでデビューしたヘンドリックスだが、モンタレー出演などで母国アメリカで成功を収めた後は、アメリカを本拠として活動するようになった。全米をくまなくツアーする過密スケジュールの合間に、スタジオでのレコーディングも続け、1968年にアルバムエレクトリック・レディランドをリリースした。 ザジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス・ヘンドリックスは演奏技術が高かっただけではなく、ギターを歯で弾いたり、あたかも男性器のように扱ったりした末、床に叩きつけて火を放つなど、激しく、セクシーなステージアクションも人気の要因だった。また、古い軍服を身につけ、強くパーマをかけた、独特のヘアスタイルをトレードマークにするなど、ファッション面でも注目を集めた。そのため、 ブラックエルビス、ワイルドマンといった異名も生まれ、センセーショナルな扱いを受けることが多かった。しかし生身のヘンドリックスは、シャイで礼儀正しい人物だったという証言も多い。マイルス・デイビスによれば、ヘンドリックスは、世間のワイルドなイメージとは逆だったという。後年のヘンドリックスは、観客から激しいステージアクションやギター破壊などばかり、 求められ、演奏に集中できないことに悩んでいたという黒人で、ありながら白人向けのロックスターとして売り出されたのも、異例なことだった。白人の若者たちにとって、神のごときアイドルとなった一方、黒人の公民権運動が流星を見せていた、アメリカでは、同じ黒人たちから、裏切り者とみなされる面もあった。そのため、黒人向けの音楽を主体としていたラジオ局などでは、 ヘンドリックスの曲は徹底的に無視された。さらには黒人運動家とそれをなだめたい白人政治家の両方が黒人なのに白人に支持されているヘンドリックスの立場を利用したがっていたと言われる。ヘンドリックス自身はあまり政治的な人間ではなかったという論評が多いものの暗殺された黒人指導者キング牧師のために寄付を行ったこともある。 ヘンドリックスは同胞である黒人層に今一つ受け入れられないことに悩んでいたが、マネージメント側はヘンドリックスをあくまでも白人向けロックスターとして売っていく方針だったと言われる。ヘンドリックスが先輩ギタリストのハウリン・ウルフと共演した際、ウルフはヘンドリックスを白人と組んで金儲けをしている裏切り者となじった。ヘンドリックスはウルフの発言に黙って耐えていたという。 とはいえ、マイルス・デイビスのように存命中からヘンドリックスを高く評価していた黒人アーティストも存在する。多くのロックバンドの例に漏れず、過密なスケジュールや精神的なプレッシャーにより、バンドや周辺の人間関係は悪化していった。まず、ヘンドリックスの音楽面でのプロデューサーだったチャス・チャンドラーが混乱した状況に嫌気がさして、 エレクトリック・レディランドのレコーディングが行われている時期にヘンドリックスの元を去る。マネージャーのマイケル・ジェフリーが完全に実験を握ることになったが、ヘンドリックスとジェフリーの関係は微妙で、ヘンドリックスはジェフリーと直接話をするのを避けていたという証言がある。1969年6月、ノエル・レティングがバンドを脱退した。 レディング本人は、ギャランティ支払いの内容を明確にするよう求めたため、解雇されたと主張している場合もあれば、自分の知らない間に地味が次のベーシストを先行していると記者から言われ、嫌気が差し出したなどと述べている場合もある。ヘンドリックスが多重録音に凝り出し、レコーディングに長い時間をかけるようになったこと、気まぐれで時間にルーズであることなどに対し、 レディングは常に批判的な意見を表明していた。レディング脱退後、ヘンドリックスは、ミッチ・ミッチェルと、軍隊時代からの友人ウリー・コックスと共に、ジップシー・サンズレインボーズとして、活動を開始。エクスペリエンスが、トリオ編成だったのに対し、コンガなどのパーカッションや、サイドギターも加え、ビッグバンド結成を狙っていた。1969年8月に開催された。 ウッドストックフェスティバルにヘンドリックスはジプシー・サンズレインボーズを従い最終、出演者として登場。フィードバックやアーミングなど、エレクトリックギターの特殊奏法の限りを尽くして、アメリカの国家、ザ・スター・スパングルド・バナーを演奏した。この際にヘンドリックスは、爆撃機が空爆を行い民衆が泣き叫び逃げ惑う、様子を音で再現しており、一般には、 ベトナム戦争の戦場の様子を表した演奏と言われている。ヘンドリックスが目指したビッグバンド形態はマネージメント側がそれを望まなかったことやヘンドリックス型人数をまとめ上げるには経験不足だったとみられることもあって長続きせず、1969年10月にはビリー・コックス、バディ・マイルスと3人編成のバンド・オブ・ジプシーズを結成する。 1969年12月31日から1970年1月1日にニューヨークのフィルモアイーストで行われたデビューコンサートの模様はアルバムバンド・オブ・ジプシーズ等で聴くことができる。同コンサートにおけるマシンガンの演奏を聴いたマイルス・デイビスは俺はこういう音楽がやりたかったんだと語ったという。イギリス人の白人に代わり、 ヘンドリックスがアメリカ人の黒人二人と組んだ画期的なファンクロックバンドだったバンド・オブ・ジップシーズだがヘンドリックスのマネージメント側は黒人だけのグループに難色を示した。マディソン・スクエア・ガーデンでの大規模な公演が失敗に終わりヘンドリックスとバディ・マイルスの音楽面での確執もあったとされバンド・オブ・ジップシーズは1970年初頭に解散と短命に終わった。 マイルスはバンド・オブ・ジプシーズのリーダーは自分であり、名称などは自分が発案したとたびたび発言しており、ヘンドリックスとの主導権争いも存在していたと言われる。またマイルスは自発的に脱退したのではなく、ヘンドリックスがマイケル・ジェフリーに命じて解雇させたという証言もある。当時の多くのロックミュージシャンと同様、ヘンドリックスも薬物依存の傾向があった。 1969年には、カナダのトロント空港で、麻薬不法所持の疑いで逮捕されたものの、裁判の後に、権威不十分で、無罪となっている。代表曲、パープルヘイズは、ドラッグソングとされる場合もあるが、ヘンドリックスは、あれは海底を歩いている夢を見たことから生まれた曲、などと反論している。バンド・オブ・ジプシーズ解散後は、ミッチ・ミッチェルとビリー・コックスをバックに活動を再開。 アメリカやヨーロッパ、ハワイなどでコンサートを開催している。また、ニューヨークに自身のスタジオ、エレクトリックレディスタジオを建設。1970年8月末には、イギリスのワイト島で開かれたフェスティバルに出演したが、その後のヨーロッパツアーではヘンドリックスがドラッグによる体調不良に陥ったり、コックスが精神不安でアメリカに帰国してしまうなどのトラブルが続いた。 この間、元エクスペリエンスのノエル・レディングや、元マネージャーのチャス・チャンドラーが、コックスの代わりにベーシストを務めるのではといった、憶測も飛んでいた。そういった騒動で、ツアーが中断した時期、ヘンドリックスは、チャンドラーの家を訪ね、再び僕のマネージメントとプロデュースをしてほしいと、伝えようとしていたという。同年9月18日未明、モニカ・ダンネマンという女性とロンドンのホテルで、 滞在中に急性。死亡時は27歳。メジャーデビューからわずか4年ほどでの死であった。死亡原因は、睡眠前に酒と睡眠薬を併用し、睡眠中に嘔吐したことによる窒息死とされる。自殺等の憶測も飛んだが、現在では否定されている。シアトル郊外にあるヘンドリックスの墓故郷である、米ワシントン州シアトルでの葬儀には、ミッチ・ミッチェル、ビリー・コックス、 ノエル・レティングといったバンドメンバーに加え、マイルス・デイビスなどのミュージシャンが数多く参列し、花向けのセッションが行われた。ヘンドリックスの死には不可解な点が多いと言われている。死亡時に一緒にいたモニカ・ダンレマンの言動に不審な点があり、死の真相は謎のままであると指摘する声もある。ヘンドリックスの死の直前、ヘンドリックスと同室にいたダンレマンから、エリック・バードンに、 地味の様子がおかしいとの電話がかかってきたという。バードンがすぐ医者を呼べと促したのに対し、ダンネマンは部屋にドラッグがあるから呼べないという胸の返事をしたという。ダンネマンは救急車で病院に運ぶ際、地味が窒息しないよう寝かせておくべきなのに、救急隊員が地味を椅子に座らせる体制で移送したため窒息してしまったなどと述べている。しかし、 ホテルの部屋を訪れた救急隊員はホテルに到着した際ヘンドリックスはすでに呼吸停止の状態で蘇生の可能性は低かった病院へ移送する際椅子に座らせるような体制を取らせた事実はないと述べているまた運び込まれた病院の医師はヘンドリックスは病院に到着した時点ですでに死亡していたと述べているダンネマンの証言は2点3点し 信憑性が乏しいという見方がある。ダンネマンは1996年に車の中に排気ガスを引き込み自殺した。生前のヘンドリックスはマフィアの金鶴になっていたという説があり、誘拐されたこともあると言われる。ヘンドリックスはマフィアの手で睡眠中に大量のワインを飲まされ、歴史のような形で窒息死させられたのではないかという説も存在する。 元ローディのジェームズ・タッピー・ライトは、辞書、ロック・ロアジエの中で、地味のマネージャーだったマイケル・ジェフリーが、自分がヘンドリックスを殺したと言ったと証言している。ノエル・レティングは、辞書の中で、ジェフリーは、飛行機事故で死亡したことになっているが、実は、事故機に登場しておらず、生存しているのではないか。死んだはずのジェフリーを見たという目撃談もあるなどと、述べている。 ジミヘンドリックスの胸像、ジミヘンドリックスの像、ジミヘンドリックスの老人形ヘンドリックスは、エレクトリックギターの演奏家として、非常に高い技術と表現力を備えていただけではなく、画期的な技法の考案によって、エレクトリックギターという楽器の可能性をそれ以前とは、比較にならないほど拡大したと評されている。またメジャーでの活動期間がわずか4年ほどであったにも、かかわらず、 後世のギタリストに与えた影響が、比類のないほど絶大であることも合わせ、多くのミュージシャンや評論家から、史上最高のロックギタリストと呼ばれている。一般的にヘンドリックスは、ギタリストとして語られるが、演奏者として優れているだけではなく、作曲家、編曲家、レコーディングエンジニアとしても独特な才能を、備えており、歌手としても表現力に富んでいる。また常に、 新しいサウンドを模索しギターだけに執着しているわけではなかったと評されている。ヘンドリックスはブルースとロックンロールを融合させ、クリーム、レッドツェッペリンらと並び、ハードロックの起源の一人と評されている。特にヘンドリックスは大音量でディストーションのかかった音の先駆けとなった。奇抜なファッション、派手なステージアクション、機械による サウンドエフェクトなどにばかり頼っているのではという批判もあったがエリック・クラプトンはみんな地味のことを語るときに服装や髪型やステージアクションなど見た目のことばかり言うが一度目をつぶって演奏に耳を傾けてみればいい地味がどれほど優れたミュージシャンであるかわかるはずだあるいは僕とジェフベックが二人がかりで言っても 地味にはかなわないだろうと最大級の賛辞を送っている。ジェフベックは、好調な時の地味を超えるギタリストなどいるはずがない。自分がギタリストであることが恥ずかしくなるよと語っている。ヘンドリックス自身、機械ばかり使っていると言われるが、ステージ上で起きていることは、機械がやったのではない。僕がやっているんだと反論している。 ヘンドリックスのプレイスタイルについては、型破りなアクションが取り上げられることも多いが、基本はあくまでブルースや R&B に根差し、これに、ジャズのコードやスケールを加えたベーシックなものである。ただし音の選び方やフレーズの展開は非凡なもので、従来のブルースや R&B の枠に収まらないような画期的な内容だった。ヘンドリックスは非凡なインプロビゼーション能力によって、レッドハウスや、 マシンガンなどアドリブが曲の大部分を占める曲でライブごとに全く違ったアドリブを展開していった。これは予備癖的な小さなフレーズをたくさん覚えておき、それらを組み合わせてアドリブを構築するのではなく、その瞬間に頭の中で鳴ったフレーズをギターで弾くというアドリブの取り方を行っていたからという説がある。作曲面においても後に、 ロックのスタンダードとなる数多くの楽曲を残した。ヘンドリックスはギターの音質を電気的に変化させる機材を多用することで知られた。スタジオ録音はもちろんステージでもエフェクターを使用し、従来のギタリストでは考えられなかったほど音質に豊富なバリエーションを持たせている。主に使用していたのは音を歪ませる、ファズ、踏み加減で音質が連続的に変化する、ワウペダル、 音をたたせる、ユニバイブといっっものだったヘンドリックスは手に入れたエフェクターの可能性を探ろうと何時間も演奏を続けそのエフェクターの設計者ですら想定していなかった斬新な音を引き出していたその結果ヘンドリックスの演奏の中にはどういう方法で出したのか今もって不明な謎のサウンドが非常に多いこれはスタジオ録音だけではなくライブでも同様である エフェクターなどの電子機器設計の達人だったロジャー・メイヤがヘンドリックスのアドバイザーだったのも大きな意味を持っている。ただしヘンドリックスの存命中などには機械に頼っていて邪道という批判も存在した。ヘンドリックスはギタリストであると同時に歌手でもあるがずっと自分は歌が下手だと下し続けていた。そんなヘンドリックスにとってのヒーローは 独特の歌唱法で、フォーク、ロック界を席巻したボブ・ディラン。ディランの歌を聴いたヘンドリックスは、これなら俺も歌えるかもしれないと勇気づけられたという。ヘンドリックスはディランに大きな影響を受けており、ライク、エーローリング、ストーンや、オールアロングザ・ウォッチタワーなどをカバーしている。ヘンドリックスが、オールアロングザ・ウォッチタワーのカバーをシングルヒットさせたことを受け、ディランは、あの曲は、 俺が書いたが、権利の半分くらいは、ヘンドリックスのものと語っている。1985年には、おかしなもので、自分がこの曲を歌うとき、いつも彼に捧げているような気分になるんだよと語っている。ディランは、ヘンドリックスのアレンジに近い形で同曲を演奏し続けている。エリック・クラプトンは、地味は、俺は、歌が下手だと、謙遜しているが、とんでもない。 ギターだけではなく歌もとてもうまいよと述べている。ヘンドリックスは音楽の理論などに疎く楽譜もほとんど読めなかったと言われるが、ジャズ系ミュージシャンとのセッションでも弾けを取ることはなかったと評されている。帝王マイルス・デイビスやジョン・マクラフリンに才能を絶賛されていたほか、マイルス作品の編曲などで知られる巨匠ギル・エヴァンスもヘンドリックスとの共演を熱望していた。ギル・エヴァンスは ヘンドリックスの死後、カバーアルバム、ザ・ギル・エヴァンズ・オーケストラ・プレイズ・ザ・ミュージック・オブ・ジミ・ヘンドリックスを発表。1988年に亡くなるまで、ステージでヘンドリックスの曲を演奏し続けた。エヴァンス曰く、ジミのアルバムを聴くと毎回新しい発見がある。彼が優れた作曲家だった証拠だよ。ウッドストックフェスティバルで使用した。 フェンダーストラトキャスターギターヘンドリックスのフライング V ギターヘンダーストラトキャスターは現在ではロックギターの代名詞的なモデルとなっているがヘンドリックスが登場した頃には使用するミュージシャンもほとんどおらず生産中止の噂もあったしかしヘンドリックスが使用することによってストラトキャスターの人気が一気に上昇特に ストラトキャスターのシンクロナイズドトレモロユニットによる驚異的なサウンドマジックは世界中のギタリストの度肝を抜いた。ストラトキャスターの設計者であるフレディタバレスはベンチャーズやビーチボーイズのようなサウンドは予想していたがヘンドリックスのトレモロマジックは全くの想定外と発言している。またフェンダー社の創業者であるレオ・フェンダーがあれは あんな風に使うものではないと激怒したという逸話も残っている。ヘンドリックスのギターサウンドというというがみ切った大音響がイメージされる場合が多いが、リトルウィングなどで知られるように、実際にはボリュームを絞ったクリーンなサウンドも多用している。ストラトの3つのピックアップを使い分け、ボリュームやトーンを頻繁に調整し、演奏中に音色を大きく変化させることも多かった。 エリック・クラプトンが使って有名になったハーフトーンも実際はヘンドリックスの方がずっと早くから使用している。ボディやネックを叩いて弦を共鳴させフィードバックを起こしたり、トレモロユニットのスプリングを弾いて不思議な音を出したりとギターから発生するあらゆる音を演奏に利用していた。ヘンドリックスの存命中にストラトキャスターを使用するフォロワーはほとんどいなかったが、死後には エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、リッチー・ブラックモアなどがこぞって使い始めた。ヘンドリックス以降数多くのロックやブルースやジャズなどのギタリストがストラトを使用したことで、ストラトはギブソン・レス・ポールと並び、ソリッドボディのエレクトリックギターの代名詞的存在になった。ストラトキャスター以外にもギブソンのフライング V や SG、レス・ポールをはじめ、様々なメーカーのギターを使用していた。 ローディだったエリック・バレットは、地味がブルースを弾くときはいつもフライングアローだったと証言している。12弦アコースティックギターで、ヒア・マイトレーン、エーカミンを弾き語りする映像も残っているが、このギターはヘンドリックスの所有物ではなく、撮影にあたって用意されたものである。ヘンドリックスはギターの格弦を通常の音程から半音下げるチューニングを多用していた。これは、 ギターの音程をヘンドリックスの聖域に合わせる目的とチョーキングなどの奏法をしやすくする目的と両方の意味があるとされる。スタジオレコーディングの曲の中には通常の調弦も多い。ライブ音源の中には全音下げチューニングで演奏されている曲も確認できる。ヘンドリックスは右利き用のストラトキャスターを左右逆さまにして右手で応弦し左手で弦を弾いた。 つまり左利きの双方であり、一般的には左利きの人物と認識されている。弦は下に細い1弦、上に太い6弦と、左利き用の順番に張り替えてあった。左利きでありながら、右利き用のギターを逆さまに使用することで、ボリュームやトーンなどのコントロールノブが上側に来るため、演奏中に左手で自在にノブを操作し、 音量や音質を変化させるという独特の奏法を生み出すことができたという説もある。晩年は左利き用のギブソンフライング部位を所有していたがうまく使えないからとローディーだったエリック・バレットに譲っている。右利き用ギターをひっくり返して使用しているうちにコントロール部が上に位置していないとうまく弾けなくなっていたらしい。バレットはそのギターを後に売却。現在は ハードロックカフェに展示されている。もっとも、ヘンドリックスは本来は、右利きだったのではないかという説も根強く、囁かれている。その証拠として、食事や、所持の際には右手を使っていたことが挙げられる。エレクトリックジプシーや、ジミヘンドリックスの創作ノート、天才ジミヘンドリックスギター革命時の真実など、複数の電気にその様子を写した写真が掲載され、 地味は字を書くときは右利きだったと記載されている。さらに、父アルも、電気映画や雑誌、エスクワイア1993年4月号など、複数の媒体において、一貫して地味は左利きに、憧れがあった、ボールを投げるときは右手だったなどと証言している。あえて左手で弾くことで、普通とは違った音を出したかったのではないか、という説もある。ただし、 ヘンドリックス本人は1967年のビートインストゥルメンタルマガジン掲載の取材で最初にギターを弾いた時自分は左利きだから違和感を覚えたと語っている。また天才ジミヘンドリックスギター革命時の真実にはヘンドリックスは右手でも左手でも所持が可能だったという記述もある。逆にエレクトリックジプシーでは右利きの構えや 右利き用の弦の張り方でもギターを弾けたと記述されている。以上の点から少なくともギターは左利き、所持は右利きと変則的な利き手だったのではないかと推測される。地味変コード数々のヒット曲を持つヘンドリックスのビルボード最高位はアルバムチャートで1位、シングルチャート20位である。難解な音楽でファンが少なかったなどということはなく、 むしろ当時のアメリカのロックミュージシャンの中で最も集客力のあるスターだった。ウッドストックの鳥を務めたのもそのためだと言われる。ただし、本来、ヘンドリックスの出演は最終日の夜の予定だったのにスケジュールが押して翌日の朝になってしまい40万人とも言われた観客の大半はキトについていた。日本人で ウッドストックを見た数少ない一人であるギタリスト、ナルケ・シュゲルも、ヘンドリックスのステージを見ずに会場を離れている。ヘンドリックスは、様々なジャンルのミュージシャンとセッションすることを好んだが、1960年代半ばのイギリスでは、そういった習慣があまり普及しておらず、イギリスでセッションの習慣を定着させたのは、ヘンドリックスであるという説も存在する。 ヘンドリックスの代表曲であるパープルヘイズで使用されている E7 というコードはもともとはブルースやジャズなどにおいて使用されていたものだがヘンドリックスの同曲の演奏によってサイケデリックな響きのするコードとして有名になったミュージシャンなどの間ではヘンドリックスコードなどと呼ばれることもあるモンタレーポップフェスティバルで成功を収めた直後 一時期モンキーズの全米ツアーのオープニングアクトを務めたことがある。しかしモンキーズとの客層の違いなどからステージで全く受けず、ごく短期間で降板している。モンタレーの記録映像で有名なギターもやしだが、それが初めてではなく、イギリスですでに何度も行っていた。ヘンドリックスが初めてギターに火を放ったのは、ウォーカーブラザーズのツアーに前座として同行した際。 ギターもやしを発案したのはヘンドリックス本人ではなく知人の記者だったと言われている。アメリカ国家のライブ演奏もウッドストックが初めてではない。アメリカ国家には多重録音を駆使したスタジオ録音バージョンも存在している。音楽にヘビーメタルという言葉が初めて使われたのはヘンドリックスの演奏に対してだという説がある。イギリスの新聞の記者が ヘンドリックスのバンドの大音響に対し、ヘビーメタルというヒーを使ったのだという。ヘンドリックスに大きな影響を受け、ヘンドリックスそっくりの演奏をする、ヘンドリックスフォロワーと呼ばれるギタリストが存在する。ロビン・トロワー、ランディ・ハンセン、フランク・マリノ、プリ、ジョン・ロートなどがヘンドリックスフォロワーの代表例と言われる。27歳で亡くなっているため、いわゆる、 27クラブの代表的な一人とされることが多い。ヘンドリックスの映画は何度か制作されている。1973年に公開されたジミ・ヘンドリックスはヘンドリックスのライブ演奏や関係者のインタビューなどドキュメンタリー的内容である。2000年に公開されたヘンドリックスは登場人物を俳優が演じる電気映画で日本では一般公開されず、 ビデオソフトが販売された。2013年に公開されたジミ・オール・イズ・バイ・マイ・サイドはアウトキャストのアンドレサ3000ンンがヘンドリックスを演じた電気映画で日本ではジミ・栄光への奇跡と題され2015年に一般公開された。炎のギタリストジミ・ヘンドリックスやジミ・栄光への奇跡ではヘンドリックスの楽曲の使用許可が下りず劇中では なななどカバー曲しか使われいい結果になっているヘンドリックスがニューヨークのチェルシーホテルに宿泊していた際、別の客である老婆からボーイと間違われ、荷物を運んであげたことがあるという。クリームクリームのサンシャイン・オブ・ア・ラブは、クリームのメンバー3人がヘンドリックスのステージを鑑賞した夜、ヘンドリックスの演奏に触発されて生まれたという。それを知っていたかどうかは不明だが、 ヘンドリックスもこの曲を気に入っており、たびたびステージで演奏していた。イギリスのテレビ番組、ルルショーにヘンドリックスが出演した際、司会のルルとヘイジョーをデュエットするという予定を無視し、解散したばかりのクリームに捧げるため同曲を演奏したのは有名。ヘンドリックスとエリック・クラプトンは、たびたびセッションを行っていたが、 ヘンドリックスから見ると、クラプトンのサイドギターの技術はかんばしくなかったらしい。ヘンドリックスはクラプトンに対し、お前はギターよりベースを弾いた方がいいと、面と向かって発言し、クラプトンが怒って帰ってしまうということもあったらしい。クリーム時代のエリック・クラプトンが生み出した、ウーマントーンは一般に、ギブソンのレスポール、または SG によるものと思われているが、 ストラトキャスターのフロントピックアップによるものという説がある。ウーマントーンの代表曲サンシャイン・オブ・ユア・ラブのレコーディングはストラトキャスターで行われたという証言も存在する。これが正しいとすれば明らかにヘンドリックスの影響だろう。クラプトンはヘンドリックスと同じようなエレクトリックヘアにしたり東洋風のヒラヒラした衣装を着用したりしていた時期があり、 ヘンドリックスから強い影響を受けていたことが知られている。クラプトンはデレクザ・ドミノスとしてのアルバム、愛しのレーラでヘンドリックスの代表的なバラード、リトル・ウィングをカバー。その後もヘンドリックスのトリビュートアルバムに参加し、ストーン・フリーなどをカバーしている。ジェフ・ベックグループが初のアメリカ公演を行った際、アンコールにヘンドリックスが登場し、 ベックと共演したことがあるという。ベックはステージで地味と一緒に演奏していると自分が歴史の1ページに立ち会っているんだというような深い考えがあったと述べている。インタビューした記者に若手ロックギタリストに最も大きな影響を及ぼしているのはヘンドリックスとあなたと言われたベックは本当かと狂気したという。ヘンドリックスもベックのことをイギリスで 最高のギタリストと評したことがある。ベックは1980年代半ば、ヘンドリックスの演奏で有名なワイルドシングをヘンドリックス風のアレンジでレコーディングしている。また、ヘンドリックスのトリビュートアルバムでマニックデプレッションなどをカバーしている。コンサートのアンコールでミッチ・ミッチェル、ノエル・レディングとトリオで演奏したこともある。ある時ヘンドリックスがベックに対して、 お前のブルースは気持ち悪いから、エレクトロニカやクロスオーバーな音楽をやった方がいいとアドバイスしたという。その影響で、現在のベックの演奏スタイルが確立したという説がある。エリック・クラプトンとジェフ・ベックは、ヘンドリックスと友人だったとされるが、ジミー・ページはニューヤードバーズ立ち上げの時期で忙しく、ヘンドリックスのステージを見る機会が一度もなく、会うこともできなかったという。 ただし、ページが、レッド・チェッペリンのアメリカ公演の合間に、ニューヨークのクラブへ出向いた、際、偶然同じ店に来ていたヘンドリックスと同じテーブルに、着いたことがある。その時のヘンドリックスは、完全に酩酊状態で、まともに話をすることもできなかった。ヘンドリックスは、あまり酒が強くなかったらしい。結局、ページが、生前のヘンドリックスと会えたのはその時だけだった。 都営ごまもない時期のヘンドリックスと最も親しかったのはブライアン・ジョーンズだったと言われる。ジョーンズはヘンドリックスがイギリスのミュージックシーンで人脈を築くのを助けたほか、アメリカへの逆上陸となったモンタレーポップフェスティバルではヘンドリックスを観客に紹介する役も買って出ている。この時期、ジョーンズはミック・ジャガーたちと仲違いし、ストーンズ内で孤立し始めていた。 ヘンドリックスはジャガーたちに生き通っていたらしく、自身のステージに、ジャガーとマリアンヌ・フェイスフルが顔を出した際に二人の間に割り込んで座り、フェイスフルに、この後、俺と付き合えよと、聞こえよがしに発言。隣のジャガーは、ヘンドリックスの挑発的な言葉に気づかないふりをした、ため、その場で喧嘩になるようなことはなかった。ジョーンズが百六十九年七月に急世した、後。 ヘンドリックスは追悼の意を込めて、ラバーズを制作している。とはいえ、ミック・ジャガーはヘンドリックスへの敬護の念を常々表明しており、ヘンドリックスの死後に制作された電気映画、ジミ・ヘンドリックスに登場し、インタビューに答えている。1980年代末のソロ活動の際には、レッドハウスやホクシー・レティといったヘンドリックスの曲をステージで披露し、 大きな話題を呼んだ。また、ジャガーは、俺は、地味と一緒にレコーディングしたことがある。どこかにそのテープが残っているはずだと述べている。ヘンドリックスが初めて手にした、ストラトキャスターは、もともとは、キース・リチャーズのものだったという説がある。ヘンドリックスを、チャス・チャンドラーに紹介したリンダ・キースが、リチャーズの恋人だったため、リチャーズが所有していたストラトをリンダがヘンドリックスに、 渡したというのだが、諸説あり審議は不明。ストラトは高価なギターだったために、無名時代のヘンドリックスには手が届かなかったと言われている。ミック・ジャガーの実定のクリス・ジャガーは60年代にミュージシャン向けの医療店を経営しており、古い軍服などを販売していた。都営したヘンドリックスがそれらの衣装を気に入って着用したことが、いわゆるミリタリーファッションの起爆剤になったという。 ヘンドリックスのステージセットビートルズのポール・マッカートニーはヘンドリックスを非常に高く評価しており、ヘンドリックスの生前から、地味は絶対にギターのエース、地味を出さなければフェスティバルにならないよ、などと語っている。ヘンドリックスの死後もエドワード・バン・ヘイレンはグレートだ。でも僕にとっては、地味が永遠のナンバーワンだよと語っている。ビートルズのアルバム、 サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンドが発売されて、数日後、ポール・マッカートニーがヘンドリックスのコンサートに出かけたところ、ヘンドリックスは1曲目に同アルバムのタイトル曲、サージェント・ペパーズを演奏し、マッカートニーを大いに喜ばせた。マッカートニーは、ビートルズのサージェント・ペパーズが金曜日に発売されて、そのたった2日後の日曜日に、 地味はそれをステージで演奏したんだ。あの曲を初めてライブ演奏したのはビートルズではなく地味なんだよ。演奏は例の調子でギューン、バーン、と素晴らしかったと語っている。近年のマッカートニーは自身のコンサートでこのエピソードをたびたび語り、その前後にヘンドリックスのフォクシー・レディなどを演奏するのがお約束になっている。ジョン・レノンは地味は ロックの指導者、革新者で、この時代における最も影響力を持った人間の一人だった。完全に独創的だったと語ったという。キャシー・エッチンガムが、クラブのロビーで電話していたところ、他の男と話していると勘違いしたヘンドリックスが、怒り、エッチンガムを小突き回した。するとジョン・レノンとポール・マッカートニーが偶然その場に、通りかかり、ヘンドリックスをエッチンガムから引き離して、 どうしたんだ地味と落ち着かせたという。エッチンガムはあの時のジョンとポールはジェームズ・ボンドみたいだったわと語っている。モンタレーポップフェスティバルにはヘンドリックスと同様に楽器破壊パフォーマンスを売りにしていたザ・フーも出演している。主催者はジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスとザ・フーを連続してステージに登場させようとしたため両バンドは大いに困惑した。 フーのピート・タウンゼントはヘンドリックスに、君は天才ミュージシャンだが、俺たちには楽器破壊の芸しかない。先に演奏させてほしいと懇願したという。両バンドの話はまとまらず、主催者側のジョン・フィリップスがコインを投げ、その裏表で出演順を決定することになった。結果、ザ・フーが先、ヘンドリックスたちは後という出演順になっている。ヘンドリックスが、 ギターに火をつけたとき、キャスエリオットは、ギターを壊すのは、あなたの1000倍特許だったんじゃないのとタウンゼントに話しかけたが、タウンゼントは、昔はそうだったが、今は地味のものだと答えたという。タウンゼントは、ヘンドリックスのギターに惚れ込み、ヘンドリックスのと英語まもない時期には可能な限り、ステージに通い詰めていた。ヘンドリックスが出演しているクラブに、タウンゼントが出向いた際、 出入り口で、ジェフベックとすれ違い、あいつ、お前の技をパクってるぜと言われたというエピソードがある。実際に演奏を聴いてみたところ、俺のトレードマークに変化が加わっていたとタウンゼントは驚いたという。ジミヘンドリックスエクスペリエンスとザフーは、宣伝担当エージェントが共通で、しばしば同じステージに立ったりしていた。イギリスでは、ザフーの方が先にデビューしていたため、 ヘンドリックスがザフーの前座として出演することもあった。ピート・タウンゼントは地味からザフーのみんなにはとても世話になったと定重に礼を言われたことがある。だが本当の友人になることができないうちに彼は死んでしまったと残念そうに語っている。1968年のマイアミポップフェスティバルでヘンドリックスが燃やしたギターは裏方スタッフが拾って持ち帰り。 フランクザッパの家に宿泊させてもらった際に謝礼として申呈した。ザッパはこれを直してしばらくステージで使用していた。インストゥルメンタル曲セクシュアルハラスメントインザワークプレイスなどでその音色を聴くことができる。この通称ヘンドリックス・ストラトはザッパの死後に息子のデイージルザッパがオークションに出品し話題になった。 他のミュージシャンに対して辛辣な発言をすることが多い雑把だが、ヘンドリックスのことは称賛している。よく知られている発言としては、今のメジャーシーンでまともな音楽をやっているのは、ヘンドリックスとキャプテンビーフハートくらいだねというものがある。その反面、彼のステージを見た際、スピーカーの真ん前にいたために気分が悪くなった。なぜあそこまで大音量にするのか理解できないとも、 述べている。ザッパの1968年のアルバム、We are only in it for the money のジャケットには、ヘンドリックスと思われる人物が映っている。ブルックストリートにあるヘンドリックスの記念学者ズ会の、帝王マイルス・デイビスは、ヘンドリックスの才能を絶賛しており、ヘンドリックスの死後に、あれほど、温感のいい人間は滅多にいるものじゃないと語っている。 デイビスがヘンドリックスを自宅に招いてセッションをした際、ヘンドリックスが譜面を読めず、コードの名前も知らないためデイビスがピアノで音を聞かせると、ヘンドリックスは即座に反応してギター演奏で返してきたという。また、デイビスは自身のバンドのギタリストに対し、ジミヘンドリックスのように弾くんだと常々指示していた。バンドに参加していたギタリストのジョン・マクラフリニア、マイク・スターが いわゆるジャズ的な演奏をしても決して満足せず、ロック風な演奏をすると、それだ。と喜んだという逸話もある。ヘンドリックスと同年代のマクラフリンは、ヘンドリックスとたびたびセッションを行っており、後に、地味は、後年のすべてのギタリストに影響を与えた。私も、地味に何らかの影響を与えられたのだろうかと述べている。スターンはヘンドリックスより若く、 ヘンドリックスの影響を大きく受けたジャズギタリストとして知られる。デイビスは当時の妻だったベティ・デイビスの紹介もあって、ヘンドリックスの音楽を早い時期からチェックしており、その後、ヘンドリックスのマネージャーを通して交流が始まった。ヘンドリックスの側もマイルスの音楽に興味を持っていたが、ゆえのことであった。ヘンドリックスとベティ・デイビスは、ある時から不倫関係にあったと言われており、 それが、デイビス夫妻が離婚する原因の一つとなった。しかし、デイビスはその後も、ヘンドリックスの音楽的才能に惚れ込み共演を望んでいた。デイビスのバンドのベーシストだったデイブ・ホランドによると、ヘンドリックスとデイビスのレコーディングの仕方は、非常によく似ている面があったらしい。デイビスによると、両者は互いに影響を与え合う関係で、デイビス自身のトランペットプレイヤー、 バウワウミュートを使ったプレイもそれによるという。また、いわゆる、電化、マイルスという方向性は、ヘンドリックスの影響によるものという論評も、存在する。ヘンドリックスとデイビスは、共同でアルバムを制作する寸前の段階まで、何度か進みかけたが、一度目は、デイビス側が高額のギャラを要求したため流れた。二度目は、デイビスとヘンドリックスが出演した70年の、 ワイト島の音楽フェスティバルの後に、ロンドンで行われる予定であったが、デイビス側が渋滞に引っかかり時間に間に合わなかったために流れた。三度目は、ギル・エヴァンスを加えた三人で、ニューヨークで録音をする予定であったが、その直前に、ヘンドリックスが死亡してしまい、結局具体的な形での共作は実現しなかった。デイビスは、ヘンドリックスの葬儀に参列したが、牧師が、 地味の名前を何度も間違えるという不始末をやらかしたと語っており、それに強い怒りを覚えたとも加えている。デイビスが他者の葬儀に参列することは滅多になかったと言われている。1970年初頭、レコードプラントスタジオにおいて、ギル・エヴァンスがアルバム、ギル・エヴァンスをミキシング中に、ヘンドリックスが訪ねてきて自己紹介をした。ギル・エヴァンスも、 ヘンドリックスの才能を高く評価し、自分のオーケストラのソリストに起用することを考えた。そのための正式なミーティングも1970年9月21日に予定していたが、ヘンドリックスはその1週間前に亡くなった。1974年、エヴァンスはオーケストラ参加者らと共に、ヘンドリックスの曲にアレンジを施し、プレイズ、ジミ・ヘンドリックスを発表した。 後年、スティングがアルバム、ナッシング、ライクザサンで、ヘンドリックスの、リトルウィングをカバーした時も、エヴァンスが編曲を担当した。ストーンフリー、空より高くなどの楽曲群は、彼のオーケストラの主要レパートリーとして、晩年まで演奏された。エレクトリックレディスタジオヘンドリックスによって1970年に建てられた。ギタリストであり、エンジニアでもあったレスポールは、 1960年代、前半の無名時代のヘンドリックスの演奏を間近で聞いたことがあるという。ヘンドリックスがニューヨークのクラブでオーディションを受けていた時のことらしい。後にエレクトリックレディスタジオを開設した際、ヘンドリックスは業界の大先輩であるポールに挨拶の電話をかけたという。受けたポールが君のことが気にかかって随分探したんだよと語るとヘンドリックスは レスポールさんがそんな近くで見ていたのに気づかなかったなんてと恐縮していたという短期間だが恋愛関係にあったと報道されたマネージメントを行っていたマイケル・ジェフリーは1973年に飛行機事故で死去ヘンドリックスを見出したチャス・チャンドラーは1996年に死去ベースのノエル・レディングは2003年に死去 バンド・オブ・ジップ・シーズのドラマーだったバディ・マイルスは2008年2月に死去。エクスペリエンスのドラマーだったミッチ・ミッチェルは2008年にシアトルで行われたヘンドリックストリビュートのイベントに参加したが、同年の11月、米国オレゴン,ン州ポートランドのホテルで死去した。ヘンドリックスが亡くなる際に同室にいた女性、モニカ・ダンネマンはジミヘンフォロワーとして知られる。 ドイツ人ギタリストのウリジョン・ロートと後に結婚したが、1996年に自殺している。ヘンドリックスの父、アル・ヘンドリックスは、息子ジミが成人して、家を出てから日系2世の女性アヤコと再婚。ヘンドリックスは、自分と同じ東洋系の女性が義母になったことを非常に喜んでいたという。ヘンドリックスは、義母アヤコに、1970年のハワイのコンサートの、 後で日本に行く予定だよ。日本に行くのが楽しみなんだ。日本はどんなところなのと語っていたという。ヘンドリックスが言っていた通り、日本でもヘンドリックスのコンサートを含むフェスティバルの計画が進んでいたが実現していない。結局ヘンドリックスが来日することは一度もなかった。ヘンドリックスは着物を好んで着用し、 ステージに恋のぼりをあげるなど、日本に対して、親しみを感じていたらしい。ヘンドリックスのスターヘンドリックスの音源の権利は、ヘンドリックスが遺言を残していないこと、マネージャーのマイケル・ジェフリーが、自己死したこと、ヘンドリックスが、各所に、ジャム音源を残していたことなどから混乱。ヘンドリックス自身は、レコードデビュー後わずか4年ほどしか活動していないにも、かかわらず、 正規版と海賊版を含め膨大な数のレコードが市場に出回ることになった。しかし裁判の末、1990年代半ばにヘンドリックスの遺族に権利があると確定。ヘンドリックスの父、アル・ヘンドリックスたちにより、エクスペリエンス・ヘンドリックスという会社が設立され、ヘンドリックスの音源を管理することになり、現在に至っている。アルは2002年に亡くなったため、 娘のジェーニー・ヘンドリックスがエクスペリエンス・ヘンドリックスの代表になっている。ただしジェーニーはあるの5歳、綾子の連れ子でヘンドリックスとは義理の兄弟である。つまりヘンドリックスとジェーニーには地のつながりは全くない。無名時代のヘンドリックスは様々なレコード会社やエージェントと契約を取り交わしており、生前から権利が混乱していた。特に PPX レコードというインディーズレーベルがヘンドリックスは当社の契約ミュージシャンであるとして本格的に法廷闘争を仕掛けてきたため解決策としてヘンドリックスのアルバム1枚の権利を PPX 側に与えることになったそのために制作されたのがヘンドリックスの生前唯一の正規ライブアルバムバンド・オブ・ジプシーズであるこうした経緯に加え 十分な制作時間を与えられなかったこともあり、ヘンドリックスは同アルバムの仕上がりに満足していなかったらしい。エクスペリエンス・ヘンドリックスの販売権を獲得した MCA レコードから再発版や新規企画版の CD が発売される際、オリジナル録音テープを元にリマスターしたと宣伝されたが、一説に一部のオリジナルテープはエクスペリエンス・ヘンドリックスの手に渡っていないと言われ、 部分的には、レコード等から音を起こしているのではとの噂も、存在すると思われる雑音があるため、2009年9月18日、エクスペリエンスヘンドリックスの販売権を、米国ソニーミュージックエンタテインメントが獲得した、ことを発表。2010年1月1日より、SME に移行した。これにより、日本版は2010年3月より、 ソニーミュージックジャパンインターナショナルを通じて、スタジオアルバムとライブアルバムは完全生産限定、ベストアルバムはレギュラー形態でリリースされた。また、セッション、セパレート版、ライブ、スタジオセッションなどのブートレックも販売されている。公式のアルバムやカー,アーティスナイトのセッションもある。ありがとうございます。